やってきました。ここがねイオン尾鷲店、三重県尾鷲市ですね。あ、ここからね一発撮っとくか。こんな感じでね、ここもやっぱ近いですよね。あの屋上の看板こういう風に近いのが面白いですけど、なんか探せばジャスコの面影探せれ、ちょっと J のマークの輪郭が見えますよね昔のあのくるんってしとった J のマークのね上の方見るとちょっとジャスコであの SC のね、あの S と C のマークがこうくるんってね交わっとったあのマークっぽいのもちらっと見えるかなっていう気はしますけどね。何より面白いのがイオンの看板ですけど白いっていうのが面白いですよね。ここの尾鷲はとりあえず中入っていこうかな。よいしょ。はい、ってことでね、スマホの方に戻してね、戻してというかスマホにして、撮ってますけど、尾鷲のね、イオンです。三重県尾鷲市のイオン、尾鷲店ということでね、こっち側にも入り口あったんですけど、まあ、ザ、ね、昔ながらのジャ、もうジャスコって、ね、言いたくなるような感じなんですよね。ちなみにね、海にも近いんですけど、こっから見えるかな。こっからだとちょっと、ああ、見えますよね、海。あんな感じでね。まあ、ちょっと港までも、まあまあ結構近いっていうことで。でこんな感じで中に入ると、もう、あ、でも、時勢ですね。こういうふうにね、入りますね。よいしょ。はい、よいしょよいしょ。ね、借りして。え、バリアフリーになってんだ、ここ。ショッピングカートこのままずっと押してこれるんだ。へぇ、知らなかった。いつもあっちの奥の入り口から使っとったのか。こっち便利ですね。へぇ、それはみんなこっち使うわけだ。へぇ、歩きやすいしですね。昔こういう構造なんか大英だったな。うん、面白いな。ちょっと天井は低いですけどね。そこはね国道42号線ですもんね。どうかな。でこんな感じで売り場がありますよっていうね、便利ですね。これ逆これ分かりにくいですけどね、これねイオンでね、すぐ横にねダイソーあるんですけどね、面白いのはイオンの中にはイオンの中でワットさん入ってるんですね、100均の。ついでにやっぱスガキ屋とかは入ってなかったですね、残念。昔ながらな、またレトロなやつとか置いてありますね。わあね、めっちゃレトロな、すごい。こんな夜の8時までやってるみたいですね。これ上に確かプリクラとか置いてありましたけどね。へえ、こっからも上に入れるんですね。こんなとこに階段あったんだ。へえ、あれリサイクル製だとそこだけ新しいですね。こんな感じなんですね。はい、ってことでね買ってきましたけどね、やっぱしね、スガキ屋かなんか入ってる服だかなと思ったら入ってなかったんですよね。確かね、今言ったらその先にちらっと撮ってますけど、あのここね目の前にダイソーがあって、であのこの中にもワッツさんっていう100均が入っておっててね、高騰なんですけど、確かね、あのワットさんが入っとったところに昔は飲食店があったんじゃなかったかなっていうのが私のうっすらとした記憶ですけどね。そんなにねよく来る場所でもないんで、さすがに。ってことでね、まあ何かできたかっていうと、まあ本当に日常使うやつなんですけどね、あの車用のレジ袋ね、ゴミ袋用のねレジ袋、昔はねもうコンビニのやつをねちょいちょいっとね、ちっちゃいのねちょいちょいってかけてやってたけど、もう有料になっちゃってからね、買わなくなっちゃったんですけど、まあこれやったらね、ねコスパ的にどうなのかなと思うんですけど、これ100枚入りで100円ですからね、やったらまあコンビニでもらうと3円とかかかりますからね、それやったらこっちの方がね、3分の1ぐらいで済むから、まあちっちゃいですけど、車用は逆にちっちゃいのでいいんでね、そう、大きな丸っとありますね。はいはい、サイズは本当にだいぶ小さめですけどね、よいしょ、こんな感じでね、よいしょ、これは車の中入れといて、よいしょ、あ、ちっちゃいと、ここのダッシュボードにも入りやすいですね、よいしょ。
ワンサイズ大きいの買うとね、意外とギリギリ入らなくて折りたたまないといけなかったりとかね、あるんで、そうそうそう、これこんなもんです。よいしょ。ちょっとゴミしまっとくだけですからね。よし、これで解決。で、あとはね、ちょっとね、中の仕分けとかに使うね、やつ。ちょうどね、なんか、普段使ってるのと違う色のね、私こういう色好きなんです。ミントブルーって言ってね、ミントグリーンっていうのかな。やっぱ実はね、こういう色、大好きなんでね、ちょうどいい色合いのやつが英語サイズで、ちょうどね、英語のやつ探してたんですよ。で、2つ、巻かれてるやつをね、探してたんで、あ、ちょうどよかったっていうことでね。で、あとはね、ホワイトボードでちょっとちっちゃいの買ってみました。普段やるときにね、結構後ろに置いてバーってやってたんですけど、時間見にくいとかね、ありましたんでね、こっちの方が結局見やすいかなと思って、ちょっとパッと書いてね、出したりとか。で、他のやつはね、テロップを使ったりして、ちょっと収録しようかなと思って、買ってみました。で、それ用のホワイトボードね、ちょっと、ホワイト細字のやつもね、一緒に買ってきました。まあ、こういう風にしてね、ちょっとね、形に残るものを買っておくとね、あ、こう、そういや、ね、後からこれ収録とかに使っとるときに、そういや、これは結局、あそこで買ったんやなってね、おわせのイオンで買ったなとかってね、思い出しますんでね、こういうのね、こういうところで買っておくといいですよね、って。ってことで、まだまだ先長いですからね。長いんだよな、こっからが。何駅でしたっけ？か？何駅って言ってましたっけ、さっき。あ、鴨駅ね。さあ、鴨駅まで行きましょうかね。 Google 先生だったら どうやって行けっていうのかな、経路。あ、やっぱし有料道路使って伊勢から回ってって言いますね。こんな感じでね、はい、いや、そうですよね。この下の方でね、ショートカットすると絶対かかる。2時間5分、まあ、多分1時間は余計にかかるぞと。で、2時？今から2時間かかったら？ 8 時？ 8 時の鴨駅って何すんだよ。真っ暗な鴨駅。まあ、取る人なんていないでしょうね。需要もないでしょうからね。まあ、とりあえず行ってみましょうか。